おいっす、プライムです。じゃあ前回の続き。あれですね、少女っぽくない少女が助けてくれたところですね。あの事故の時に助けてくれたのも君だろ？どうして僕を？茂みの中で 少しずつ息を整えながら僕は聞いた。先生にあなたの昔の写真見せてもらったの。初恋の人だって。先生、あんたじゃなかったら助けたりしなかったわ。彼女を知ってるのか？僕はつい大きな声を出してしまった。すいません。なあ、教えてくれないか？名前は？タエ。 あれ、古風な名前ですね。タエちゃんか。タエでいいわよ。もう17歳よ。子供扱いしないで。僕は それなんか、いきなり喉の調子が良くないっていうね。そうだな、本当に気の強い少女だと思った。生意気な態度に少しムッとした。いや、気の強い少女ですね。本当に気の強い少女だと思った。ま、17歳といえばそんな年頃かもしれないが、とにかくこの少女は何もかも知っているようだ。何としても話を聞かなくちゃ。なあ、一体この村はどうなっているんだ？谷だの魔物だの村の連中はどうかしてる。それに彼女のことも知ってるんだろう？僕はタエに聞いた。しかしタエは答えず黙っている。なあ、頼むよ、教えてくれ。僕には知る権利があるんだ。急に権利を行使し始めた。僕はタエの目を見つめた。諦めてたまるか。そうね、あんたには知る権利があるかもね。僕の熱意が通じたのか、ゆっくりとタエは話し始めた。ようやく真実の扉が開く時が来たのだ。お、あれもクライマックス、これ。あの森の向こうには谷の集落があるの。そこには谷の人間と呼ばれている私たちが住んでいるわ。谷の人間？ええ、昔で言えば魔女狩りみたいなものよ。村八分になった人間は谷に追放されて、そこに住まなければいけないの。そして谷の人間と呼ばれて差別されるわ。ええ、そうだったのか。だから村の人間は谷を憎んでいたんだな。逆じゃないの？でも魔物の伝説って？僕は聞いた。魔物なんかいるわけないでしょ。村の子供が谷に近づかないようにおとぎ話で言ってたのがいつの間にか伝説になっただけよ。ま、村の人間はみんな信じてるようだけど。へえ。とにかく大昔から村人たちは邪魔な人間がいれば谷に追いやって差別してきた。差別してたのは村人側なのに、なんで村人が、まあ邪魔だから恨んでるってことか。憎んでるってことか。一度谷の人間と呼ばれたら殺されても文句が言えないの。だから葬式に来た人も殺されたのかな。そんな、こんな騒ぎだって珍しいことじゃないわ。ただ村に入ったというだけで殺された人もいるの。うわ、もう完全にトリックみたいな。僕は今にも爆発しそうな怒りで胸がいっぱいになった。何の理由もなくひどい目に遭ってきたっていうのか？そんな、何の理由もなくだなんて。僕は村人たちに殺されそうになったことを再び思い出した。何の理由もなく、あの恐怖が毎日のように繰り返されてきたなんて。それで平気なのか？どうして立ち向かわないんだ？僕は大きな声を出した。先生もあんたと同じことを言ったわ。彼女が、ロッピーですね。そうよ、そういったタエの目が今まで以上に悲しく見えた。先生も他人のことを知って一人で村人たちと戦ったわ。このことを世間に公表して罪を償わせるんだって。ああ、そうなったらやっぱ村人は黙っちゃいないよね。ロッピー、彼女の孤独な戦いを考えると胸が痛む。だから彼女は殺されたのか。僕の言葉にタエは無言でうなずいた。角田が村人に命令して、先生は他人の人間だって。ロッピー、
そして、おお、これどっち難しいな。いやでも谷行こっか、せっかくだから、せっかくだから。キングクリムゾンじゃ、デスクリムゾンか。谷へ連れてってくれ。僕は静かに言った。そうだ、今はここで悲しみに暮れていても仕方ない。頼む、連れてってくれ。わかった。タエも静かにうなずいた。見てろよ、必ず生き残って彼女の恨みを晴らしてやる。それそのためにね、人生も捨ててきたんだから。僕たちは決意も新たに茂みの中から飛び出した。しかしその時だった。あ、やっと見つけたぞ。うわ、いっぱいおる。茂みを抜けると、そこには角田を筆頭に村人たちが立っていた。水谷先生はもちろん、河村巡査や金山医師もいる。探したぞ、そんなところに隠れていたのか。どうして逃げたりしたんだ、角田が言った。角田、タエは恨みのこもった声で叫んだ。お前、そのタエの姿に村人たちは驚いているようだ。おい、すぐに離れるんだ、金山医師は僕に叫んだ。その子は谷の人間だぞ、死にたいのか。うるさい、何を言ってんだ、彼女を殺したくせに。バカ言うな、あの先生は自殺だと言っとるだろう。嘘だ、本当だ、先生はそいつのせいで自殺したんだ。え、これどっちが合ってんだ、なんか分かんなくなってきたな。なんだって、タエのせいで自殺を。お前さん何を誤解してるんだ、そいつは人間じゃない、そいつこそが魔物なんだよ。え、僕は思わず隣にいるタエを見た。ダメ、奴らあなたを騙そうとしてるのよ、タエは叫んだ。聞くんじゃない、そいつの目的はお前の血だ、角田が言った。だ、黙れ、人殺しのくせに。彼女のことがバレないように僕を監視してただろう。違う、お前を谷の人間から守るためだ。できればこうなる前に村を追い出したかったんだが。その子は吸血鬼なんですよ、拳銃を構えながら河村巡査は言った。どんなことを聞かれたかは知りませんが、その子の言ったことは全て嘘です。先生もあなたのように騙されて、そいつに血を吸われたんです。そして自分も吸血鬼になったことを知って自殺したんですよ。そんなバカな、そんなことが信じられるか、僕は叫んだ。みんな何を言ってるんだ。あ、しかし村人たちは真剣だった。気持ちはわかるが本当なんだよ、英子を殺したのもそいつだ。お前もあの首の傷を見ただろう。とにかく死にたくなかったらこっちに来い、角田が叫んだ。ダメ、全部嘘よ、信じちゃダメ、殺されるわ、早く谷に逃げるのよ。タエは僕を見つめた。なんか興奮してきちゃった俺。え、これどっちなんだろうな。お願い、私を信じて。一体何がどうなってるんだ。僕は頭が混乱した。もう何がなんだか。うわ、でもあれだよね、なんだっけ、あの女の子、小学生の子が谷川で死んでるんだよね、結構グロい感じで。それがなければ村人しん、あ、あの耐え信じれるんだけど、その一件があるから。でもしかしたら村人が殺して、村人の誰かが殺して谷川に持ってって谷に罪を着せた可能性もないとは言えないよね。だからもうどっちとも言えないよなこれは。でもなんか魔物だったら魔物だったら、なんかちょっと見たいからタエを信じようか。タエを信じた。吸血鬼だって、誰がそんなこと信じるもんか。きっと嘘をついて彼女を殺したことをごまかすつもりなんだ。そして谷の人間と一緒に僕を殺すつもりに違いない。どうした、早く来るんだ。うるさい、騙されないぞ、角田の言葉に僕は叫んだ。お前たちは秘密を知った僕を殺すつもりなんだ。違う、信じてください、あの先生みたいになってもいいんですか、河村巡査も必死に叫ぶ。うるさい、角田の言いなりのくせに。うわー、これ微妙、こんな奴らを信用できるか。さ、行きましょう、早く逃げるのよ。タエはそう言うと、僕の手を取って祠の向こうの森に向かって走り出した。
待て、本当に死ぬぞ。背中で金山医の悲痛な叫びが聞こえた。暗闇の中を僕たちは必死に走った。あのエコちゃんを探した時と同じように不気味な静寂が森の中を支配している。あたりは暗くて何も見えない。本当にこの奥に谷はあるのか。まだ遠いのか。僕は少し不安になって思わず耐えに行った。しかし耐えは何も答えない。あれ、おい、どうしたんだ。やっと二人きりになれたわね。僕はタエの突然の言葉に驚いた。こんな時に何を言ってるんだ。あんたが悪いのよ。あれだけ村を出ろって言ったのに。おい、どうしたんだよ。暗闇でタエの顔が見えない。ただ僕の腕を掴んでいる手が震えているのが分かった。あの先生の知り合いだから助けてあげたかったけど。おい、タエ。もう我慢できない。うん、お前の血が欲しい。やっぱこっちか。うわ、突然タイが襲いかかってきた。逃げようとしたが暗くてどうなっているのかよくわからない。あ、鈍い音が。うぐ、首筋に激痛が走った。その途端急に意識が遠くなっていく。心配しなくてもいいのよ。これであなたも他人の人間だわ。タイは僕の首筋で静かに言った。先生もせっかく仲間にしてあげたかったのに。バカね、死ぬなんて。でもあなたならきっと私たちの素晴らしさがわかるはずよ。くそ、僕は力が抜けてどうすることもできない。やはり村人の話は本当だったんだ。タイは本当に吸血鬼だったんだ。さあ谷へ行きましょう。どんどん気が遠くなっていく。どうなるんだろう。僕も吸血鬼になってしまうのか。ロッピー、僕は魔女の胸の中で静かに息を止めた。次に目覚めた時にはどんな光景が僕を待っているのだろう。次回吸血鬼プライム、お楽しみに。あれ、あ、なんだ？あ、終わっちゃった。いや、なんとなくね、分かってたんですよ。ちゃんと。違うなって、なんかぽいなって、村人真剣だなって、なんかおかしいなって思ってたんですけど、なんか好奇心が勝っちゃったっていうかね。そうだね。じゃあ、次。まあ、次回、まあ、一旦ここでちょっと短いけど切りますけど、ちょっと次回ね、またあの途中の、 あの選択肢のとこから始めたいと思います。それでね、まあ、もうお気づきの方もいるかもしれませんが、ご存知の通りね、僕ね、サウンドノベル好きなんですけど、本はもう全然読まないんでね、漢字がね、全然わかんない。だからね、俺、でも分かってて、実況してる時に、分かってんのに変な読み方してるのもあって、この間の、編集してたらね、境内を兄弟って呼んでたりね。まあそういうこと多々あるんですが、まあそれはできればスルーしていただけると助かります。でちょっと多分エンディングはまあいいよね。別に見たいって思わないよね。株式会社 100% はちょっと気になるけど。じゃあ次回お会いしましょう。じゃあさよなら。プライムでした。